モンってまだお父さんと一緒に寝てるの？そうなのだ。小さな頃から夜はずっと一緒に寝てるのだ。仲がいいんだね。うちなんかほとんど顔も合わせないよ。とっても仲良しなのだ。僕はお父さんのことが大好きなのだ。ズンダモンさんのお父さん見たことありますよ。とってもかっこいい方ですよね。そうなのだ。かっこよくて優しいお父さんなのだ。羨ましいですわ。アーシも見たことあるよ。手をつないで歩いてるところ見たよ。そうなのだ。お父さんとはよく一緒に手をつないで買い物に行ったり散歩に行ったりするのだ。僕が疲れると抱っこしたりおんぶしたりしてくれることもあるのだ。ズンダモンさん幼稚園生みたいですわ。幼稚園の頃から全然変わってないのだ。可愛いよって言いながらよく抱きしめてくれるのだ。キャ、素敵。すごい、憧れますわ。別に普通のことなのだ。全然普通じゃないわ。あ、ひまりちゃん。その年齢になって父親と一緒に寝たり頻繁に抱きしめられるなんて異常なことよ。異常なのだ。正直に言うわね。あなたの父親は性加害者であり、あなたに性的虐待をしているのよ。虐待なのだ。ひまりちゃん、ちょっと。大げさではないですか。仲がいいだけなんじゃ。そうなのだ。僕は全然嫌じゃないし、お父さんは虐待なんてしてないのだ。あなたが洗脳されているだけよ。自分の思い込みではなく、社会常識に照らして考えなさい。常識？あなた、寝るときに体を触られたりしてるんじゃない？あう、うん。そうなの？さすがにそれは。でも、胸やお尻は触ってこないのだ。顔を撫でたり、腕を絡めたりするだけなのだ。よかった。全然良くないわ。性感帯を触らなければいいってものではないでしょう。枝豆、あなた本当に体を触られて嫌だったことはないの？はう。今まで一度もないの？でも、うちはお母さんがいなくて、お父さんも夜は寂しいと思うのだ。僕も人恋しい気持ちはよくわかるのだ。かわいそうなお父さんのために、自分がお母さんの代わりになるっていうの？それじゃあお父さんとセックスもするの？ひまりちゃん、みんなに聞こえますわ。どうなの？お父さんとお母さんがセックスしてあなたが生まれたのよ。母親の代わりをするっていうのはそういうことだわ。あなたは父親のセックスの相手になるつもりなの？それは、ま、あなたの人生なんだし、私の知ったことではないけど、協力が必要なら手伝ってあげてもいいわ。児童相談所への通報とかね。ハウ、つむぎちゃん、ハウちゃん、あなたたちもこの枝豆の友達のつもりなら、軽いノリでキャッキャ言ってないで、真面目に考えてあげなさい。相手に合わせて何でも肯定してたら、被害者は自分が被害者であることにも気がつかないのよ。特に親から受ける性被害は、本人の自覚が遅れがちなの。間違っていることは否定し、批判するべきなのよ。はい。ごめんなさい。あう。ふん、それじゃあね。あう。ズンダモン、今日も一日疲れたよ。あう。でも、こうやってズンダモンと一緒に寝ていると、すべてが報われる気持ちになるんだ。ズンダモンはお父さんの天使だよ。愛してるよ、ズンダモン。うん。もっと可愛い顔を見せておくれ。あう。今日はなんだか静かだね。学校で何かあったのかい？あの、お父さん。なんだい、何でも言ってごらん。今日、学校で友達にね、お父さんと一緒に寝てるのは変だって言われたのだ。そうかい。うん、それでね、僕も考えたんだけど。ズンダモンはお父さんと一緒に寝るのは嫌なのかい？お父さんが嫌いになったのかい？うん、お父さんの
のことは好きなのだ。じゃあ、いいじゃないか。今まで通り一緒に寝れば、友達の言うことなんて気にすることはないよ。でも、ズンダモンがどうしても嫌なら、これからは別の部屋で寝よう。ズンダモンが自分で決めなさい。もう少し考えてみるのだ。そうか、わかったよ。ズンダモン、これだけはどんな時も忘れないでいてほしい。世界中で一番ズンダモンを愛しているのはお父さんだよ。何よりも大切に思ってる。